サントラビットテック、勝利の法則は決まった。いつもご視聴ありがとうございます。今回はデラックススクラッシュドライバー、こちらの音声確認をさせていただきました。でスクラッシュドライバーは
こちらのスクラッシュゼリー、こちらを使って遊ぶものとなっております。で、動画見ていただいた通り、このスクラッシュゼリー、こんな感じで中身が潰れるような仕組みにはなっていますね。なっているんですけれども、実際にベルトに装着すると、一回外します。外すとこんなにすぐ動くんですけど、スクラッシュゼリーをセットするとかなり重い感じになります。ただ一応これでも認識するみたいなので、遊べないことはないんですが、ちょっと硬いイメージはやはり強いですね。突然もう当たった瞬間硬くなってしまうので、そこがちょっとなんかどうにかならないかなという印象があります。もうちょっとこういう風に潰れるのかなと思ったんですけど、全体的に潰してるのでかなり潰れにくい、こんな感じで硬くなっちゃってますね。なんでお子さんの遊びやすさとするとちょっとどうなのかなと思ってしまうとかありますね。だその分普通のフルボトルをセットするとすごい軽く、特に引っかかりもなく動くので、こっちの方が遊びやすい感じはします。既存のドライバーにもやはり大きさが合わなくてセットできない状態になっております。ただこれロボットフルボトルとロボットスクラッシュゼリーなんですけれども、認識ピンとしてはこんな感じで同一なので、ちょっとこちらで遊ぶのが辛いなと思ったら、普通にこちらのロボットフルボトルをセットすれば、という感じで普通に遊ぶことも可能です。こちらの2つのスクラッシュゼリーなんですけれども、ガンバライジングで早速ここに QR コードがついているので、早速遊んでこようと思ったんですけれども、今のガンバライジングというのはフルボトルしかスキャンできないんですよね。まあガシャットとかあのゴーストアイコン、こちらはスキャンできるんですけれども、あとフルボトルですね。なんですけれども、まだスクラッシュゼリーには対応してないようで、スキャンしてきたんですけれども、結果的に変身シーンだったりとか遊ぶことはできませんでした。なのでこちらも、まあ、次のガンバライジングの3段からなのか、いつからかはちょっとわからないんですけれども、対応されたら早速遊んでいきたいと思いますので、よろしければお待ちいただければと思います。では、簡単ではございますが、デラックススクラッシュドライバー、こちらの音声確認をさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。